こんにちは、ワンお花とパトラとエリックです。今日はプロ仕様のドライヤーを購入したので皆さんに紹介したいと思います。じゃん、それがこちら。そうです、ハチ公ドライヤーです。型式は HQ ターボ1800ネクスト。一番最初に買ったブロワーですね。これのメトロ社のブロワーになります。 4.0 温風は出ません。しかし使ってる途中で温風みたいな感じになります。で、ハイとローがありますね。ここにハイとロー、ハイとロー。次に購入したのが、動画でも紹介しましたが、これもメトロ社なんですけど、これはヒートダイヤルがついてます。スタンド型ですね。 4.0 ですね。 4.0 早速開封していきたいと思います。中はこんな感じですね。よし、開ける。なんかゾウさん、ゾウさんみたいですね。危ないよ。待って待って待って。14のレンチもついてます。レンチレンチレンチ、はい、この裏のやつを取り付けるの忘れてました。これを取り付けて、で、このスプリングはこの中に入れます。中、で、これで高さ調整。おお、ビヨンビヨンビヨン。おお、すごい、よくできてる。おお、すげえ、すごい。
ハチ公ドライヤー組み立て完了。それでは早速このハチ公ドライヤーを使ってみたいと思います。パオーン。メトロ社エアーフォースコマンダーはブロアーです。水分をエアーで飛ばす風量は2段階あり、ハイとロー。ハイの風量はすごい、そして温風はほぼ出ない。これもメトロ社エアーフォース。トップガンはドライヤーです。風量ダイヤルはロー、ミディアム、ハイの3段階調節、そしてヒートダイヤルもロー、ミディアム、ハイの3段階調節。コマンダーと同じで風量はすごい。ハチ公ドライヤーはファン、風量調節が9段階、ヒーター、温度調節も9段階。メトロ社のトップガンと比べて風が優しい、そして温風が調節通りしっかり出る。風が優しいということは毛の痛みが少ない。またスタンドとヘッドの動きがとても良い。